コンポン弥生、平野章に熱烈な推し活。その情熱にファンも驚愕アイドル推し活の裏側公開。コンポンと母親のように、家族で共通の趣味を持つことは、家族の絆を深める良い機会となる。コンポン弥生、通称ネモヤヨは、雑誌、姉あげ派の専属モデルとして多くのファンを魅了している。彼女のインスタグラムには日常の1コマから、 特別な瞬間までが綴られているが、その中でも特に注目を集めたのが、最近の投稿だ。彼女はナンバーアンダーライン愛のライブに参加し、その体験を共有したのだ。その投稿には、彼女が持つナンバーアンダーライン愛のペンライトと、同グループの平野翔のうちわが映っていた。根本は、三次元にこんなどこから見ても完璧なイケメンがいるなんて人間界もまだ捨てたもんじゃないな。 とと思いいましたたコメントを添えていたこの発言からも彼女の平野紫に対する熱烈な推し活ぶりがうかがえるナンバーアンダーライン愛は6月18日から20日にかけて東京の有明アリーナで初の単独公演ノーオブリングを開催した根本もこのライブに参加し平野の顔がプリントされたうちわを愛おしそうに見つめる姿が印象的だった彼女はまたどんな時代も 斜めハッシュタグイケメンと可愛い,いは正義。異論は認めませんと、自身の美意識について語り、ハッシュタグでは、ハッシュタグ母の惜しいハッシュタグ娘も付き添いハッシュタグ眼福とはこのことと、親子で推し活に励んでいることを明かした。この投稿には多くの反響が寄せられた。うらやましい。 ネモちゃんが平野くん推しだったなんて初知り、推しが推しを推してるなんて、ネモちゃんかわいいかわいい子がイケメンをしてるって最高の絵面、推しがいるだけで人生幸せだよね、など、様々なコメントがあふれた。彼女の投稿は、推し活の楽しさやその影響力を示す良い例だ。推し活とは単なるファンダムを超え、日常生活に彩りを与え、時に人間関係を深める力がある。 根ンポンとその母親が一緒に推し活を楽しむ姿は、多くの人々に微笑ましいと感じさせた。しかし、彼女の投稿には一部で批判的な意見も見られた。特にうちの平野翔の顔が加工されていたことについては、推しなら、推しの顔の加工はやめてあげて彼を見た目で判断した上に元の本人の顔を加工しちゃう人って、翔君はあんまり嬉しくないと思うよ、などの声があった。 このような意見は、推しの本来の魅力を尊重することの重要性を示している。根本のインスタグラムの写真と記事の写真の違いについても、記事の写真とインスタの写真加工すぎて笑えるうちの写真、もはや紫輝くんじゃないですね、といったコメントが寄せられた。こうした反応は、SNS 時代における自己表現の一つの側面を映し出している。加工技術が発達し、 簡単に写真を美化できる時代だからこそ本来の姿を大切にすることが求められているのだろう根本の投稿は多くのファンにとっては喜びの共有であった一方で推し活の在り方についての一行を促すものとなった推し活という文化は日本のみならず世界中で広がりを見せているそれは単なる娯楽ではなく人生の一部となりうるものである 推し活を通じて得られる幸福感や充実感は、日常のストレスを和らげ、自己肯定感を高める力がある。根本と母親のように、家族で共通の趣味を持つことは、家族の絆を深める良い機会となる。特に日本では、アイドル文化が根付いており、推し活は多くの人々にとって身近な存在だ。平野翔は、その端正な容姿と才能で多くのファンを魅了している。 彼の存在は、推し活をするファンにとっての大きな励みとなっている。彼のライブに参加することは、ファンにとっては特別な経験であり、その瞬間を共有することでコミュニティの一体感が生まれる。根本もその一員として、推し活を楽しんでいるのだ。推し活を通じて、人々は新たな友人を得たり、共通の話題を持つことでつながりを深めたりすることができる。根本の投稿には、 多くのファンが共感し、コメントを通じて交流が生まれていた。推し活は単なる個人的な楽しみを超えて、社会的なつながりを生む力があるのだ。また、推し活は自己表現の一つの手段でもある。自分が何を好きか、誰を応援しているかを公にすることで、自分のアイデンティティを確立し、他者と共有することができる。根本がインスタグラムで平野賞をしていることを明かしたのも、 その一例だ彼女の投稿は多くのファンにとっての共感を呼び推し活の楽しさを再認識させるものだったしかし SNS 時代には注意すべき点も多い加工された写真や情報の真偽についての議論は絶えない根本の投稿に対する批判もその一例だ推し活を楽しむ上で誠実さや本来の魅力を尊重することが求められている 加工技術が進歩する中で、本来の姿を大切にすることが、より重要になっているのだ。平野翔のようなアイドルは、その存在自体がファンにとっての大きな励みとなる。彼の魅力を最大限に楽しむためには、彼自身の本来の姿を尊重し、推し活を通じてその魅力を共有することが大切だ。根本の投稿は、その一例として、多くのファンにとっての参考となるだろう。 推し活の楽しさは、何よりもその瞬間を共有することにある。ライブに参加し、推しの姿を間近で見ることは、ファンにとっての最高の喜びだ。根本もその喜びをインスタグラムで共有し、多くのファンと共感を分かち合っていた。推し活を通じて得られる幸せは、日常生活を豊かにし、人々の心に温かさをもたらす。根本弥生の推し活は、 単なる個人的な楽しみを超えて多くの人々に影響を与える力がある。彼女の投稿は推し活の楽しさやその影響力を示す良い例だ。推し活を通じて得られる幸福感や充実感は日常のストレスを和らげ自己肯定感を高める力がある。彼女の投稿に対する多くの反響は推し活の魅力を再認識させるものだった。推し活という文化は これからも広がりを見せ続けるだろうそれは単なる娯楽ではなく人生の一部となりうるものである推し活を通じて得られる幸福感や充実感は日常のストレスを和らげ自己肯定感を高める力がある根本とその母親が一緒に推し活を楽しむ姿は多くの人々に微笑ましいと感じさせた平野翔のようなアイドルは その存在自体がファンにとっての大きな励みとなる。彼の魅力を最大限に楽しむためには、彼自身の本来の姿を尊重し、推し活を通じてその魅力を共有することが大切だ。根本の投稿は、その一例として、多くのファンにとっての参考となるだろう。さは、何よりもその瞬間を共有することにある。ライブに参加し、推しの姿を間近で見ることは、 ファンにとっての最高の喜びだ。根本もその喜びをインスタグラムで共有し、多くのファンと共感を分かち合っていた。推し活を通じて得られる幸せは、日常生活を豊かにし、人々の心に温かさをもたらす。最後に、推し活は単なる趣味を超えた、人生の一部となり得る活動である。推しの存在は、私たちの日常に喜びや活力をもたらし、 新たなつなつががりを生む力がある。根本弥生の推し活の物語はその一例として多くの人々にインスピレーションを与え続けるだろう。そして私たちもまた推し活を通じて自分自身の人生を豊かにすることができるのだ。